はい。ひとつき万撮の清水ですえ。ゴジラ対キングギドラじゃなくて、えー、っと、丸川 VS 小池知事っていうことで、えこ、ー、こ、ちょっと面白いなって思ったのが、丸川大臣がですね、中止になった場合にっていうことをですね、まあ答えていてですね、で、これをですね、まあ簡単に言うと、あの、中止になった場合は東京都の責任であぐ、ははは,は、財政リスクお前が追え、みたいな、あの、まあ今ちょっと盛りましたけど、まあそんなような感じで、こう、マスコミにこう切り取られてですね、 小池さんがあの東京都の記者会見の時にですね。それにこうピクピクピクってなりながら、そういった報道があることは存じております。みたいなあの感じのことを言っててこれについてですね。ちょっとあの本間さんと話してみたいなという風うに思っております。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやあ、これちょっとね。この丸川さんがなんと発言したのかっていうと、まあいろんな報道とかにもあるんですけども。まあ5人中止。 ねえー、で資金不足なら、これ、都が補填するべきだとこう言っているわけですよね。これ、どういうことなのかっていうと、中心になってさまざまなリスクを負った場合、まあ、いろんなね、中心になった場合、じゃあ、あのお金返さなきゃとか、ああ、でもこの中心のためにやってお金がなくなっちゃった、組織委員会、その場合は次は東京都が負担してねっていうふうにこう、そういう意味ですよね、これ。う それに対して小池さんは何と答えたかというと、これ、私、記者会見見たんですけども、ピクピクピクっていうふうになりながら、まあ、そういった想定外の事象が起きたときはですね、えー、これは組織委員会、IOC、日本政府と協議するものだと、そういうふうに理解しております、ボケ丸川みたいな、そういう感じで、あの一部、あの私は盛りましたけども、まあ、なんか、そんな感じで言うてましたわ。<laughs> うん、まあ、あのね。うん あのーまあ、普通に解説するとね、うん、いや、丸川の言ってる方が正しい。<laughs> そうですね一応その、うん、大会契約書上はね、うん、そういうふ順番があって、うん、まず東京都、開催地だからさ、うん、組織委員会が赤字で金払えねえってなったらまず、うん、まず最初にケツを吹くのは東京都って、うん、一応そういうふうになって。 ああ都民の税金が東京都が払えない場合は、うんえー、最終的には政府が負担するよってこと、ね、うん、うん、でさでだから丸川はそういったに過ぎないわけ。第一義的にはまあ東京都が払うことになりますね。うんうん、でそれをさ、まあメディアがみんなさ、うん、あ丸川が東京と丸川が。 小池に責任を押し付けてるだと、うん、つってあ <laughs> 煽り立ててるんだけど言ってることは別間違っちゃいない、ね、間違っちゃいない間違っちゃいないけどそれはやっぱりねメディアとしては美味しいですよね美味しい美味しい我々、まあ、も動画で撮ってますからねこうやってまあそれでね小池だから小池がねそれはご相談でしょっていうのを、うん、まあそれも分かるうんそれ、うん、も分かる<の> 別に東京都も楽じゃねえからさ。でね、とにかく東京都はさ、このコロナが始まる前に、コロナ、コロナ詐欺や、始まる前、オリンピックのために、えっと、調整金って言ったかな、なんとか調整金っていうやつはさ、8000億ぐらい持ってたのよ。8000億。だからもうオリンピックで何が起きたってびくともしねえぞっていう。 それはあのー、いわゆるですね、えー、財政調整金って言われるあですねそうそうそう財政調整金ね、はい、でところが、うん、コロナがやってきてですよまあいろんなことにコロナ対策に使いまくって、うん、今あともう200億ぐらいしか残ってませんと、うん、っていう状況になりまあさらに都の税収も減ってますからねそうそう,そう,そう、うん、あう200億まで減っちゃったんだっけうんそんなに減った 減ったお<ー>めちゃくちゃ減ったんだよ。うん、で税収も減ってるからさ、うん、東京都に全部ほかぶせられても困るわっていうのが、うんうん、小早川のあのあれですよ。小池百合子のね。ね小池百合子の小早川百合子の、うん、まああれなんだよね。でっていうのはじゃあここで小池さんの 立場に立って考えると、うん、あのだって政府だって金出してんじゃん、うん、ってねでそのオリンピックってさ、うん、えっと本来的に言えば組織委員会が自前で金集めてそのでも足りなかったら開催都市がお金出す、うん、政府は最後の最後なんだけど、うん、でもすでに政府もさ1兆円以上お金使っちゃってて。うん であの途中の段階でもお金出してるからさ、うん、東京都が払えなくなった時に初めて払うっていうロジックはもうないのよ常に政府出してるから,からね、うんうん、だからでえっと東京都が払えない状況ってどういう状況のことを指すかって言ったら、うんうん、丸川自分で言ってたけど、うん、えーえー、っとあれよなんだっけ えっと要するに、うん、再生ん、あれか、地方交付税、夕張市みたいになるってこと<ん>要するに破綻したってこと例えば破綻するとかさ、うん、あと、ほら、財政なんとか団体、つまりほら、えー、とー今さ、地方はさ、あの財政が赤字だっていう県は、うんうん、国から補填してもらってるじゃんか。 東京都は黒字だからもらえないわけよ。あ、それ、あの財政再生団体ってやつです。それ、それ、それ、はい、財政再生団体ね。うん、財政再生団体ともなんだったら話は別だけど、うん、どうみ丸川言ったんだよ、確か でもさ、東京都が財政再生団体になったら大変なことだ <laughs> それだってさ、総務省の資料を私、今見てるんですけども、うん、財政再生団体ってどこかっていうとですね、まあ、あの財政再生計画1、夕張市。ん。他には一部、えー、経験全化で大野市、長野県の病院事業会計。 福岡県大竹町のあの病院一部とかなんですけどこれまあ要するに北海道の夕張市みたいに東京とかドッカンってなるってことですよね。その時はもう皆さんもう東京オリンピック中止とかキーキーです。日本壊滅しても <laughs> もう <laughs> 無理です。でしょ。だからさその例はどうなんだろうっていう感じなんでさ。うん まあそれで、あのまあ、つまりさうん、ウルトラ超赤字団体とかになったら話は別だけどねってそれはそうでしょうけども、うん、まあ実際はさでもまあ一応ね都としても東京都ももう1兆円以上つぎ込んでるからさ、うん、なんだかんだ言って、うん、だからまあそこは東京都だけじゃなくて、うん、えー 国とも相談させてねっていうのが、うん、まあこれは一応まっとうなまっとうでしょうまあっとうなあれでしょうねうん、うん、ただただ契約書上は第一義的には東京都が負担するよってことになってるっていうの、うん、まあ正しいんですさうん、うん、ただなんかこう丸川のこの喋り方がなんか嫌味な感じがするじゃんなのこういうのゆり子もなんとかすりゃいいのよみたいなうん、うん <laughs> 自持するからさ、うん、<laughs> メディアが面白がって、そこだけ使うわけだちなみに私、は財政調整金、まず東京都の貯金なんですけど、今、あのちょっと記事を見つけて、ですね東京新聞の記事なんですけども、まあ、これ、2021年1月30日段階の記事です。うん 小池職食で積極支出、コロナ禍で税収4000億円減でも過去最大に迫る東京都の予算案、財政は大丈夫っていう記事があって、ですね、まあ、コロナ禍で税収が4000億減ったんですよね。で、その中で減っていく貯金っていうのがあって、うん、で、まあ、都の減収がある中、頼みの柱は貯金だが、まあ、昨年からの、えー、2兆円のコロナ対策のため、財政調整金は8000億近く取り消して、 億までりといいううふうに書いてあるんでですよねうん、うん、で先ほど本間さん200億まで減ったって言われたんですけど、うん、こっからさらに減ったんですかねなんかそうみたいだってあなるほどね、うんまあ、どっちにしろ、うん、じゃあ200億から2000億でもどっちでもいいんですけど、うん、丸川大臣の発言を肯定的に捉えるとですねその貯金の200億から2000億ぐらいでなんとかなるだろうっていうことですよオリンピック中止って。<laughs> まあ、まあそうだ、ねうん なんん大しかからんやんけって何百億ぐらいだったら払っちゃうよ <laughs> そんなやったらええやん別に中止でええやんけ <laughs> お前じゃあ丸川お前の裁量で何とかできる金っていくらあるんだよって思うけどね、うん、まあ、だってこれあの東京オリンピック中止になったら何兆円とか何いう人って言うじゃないですかうんあ大丈夫大丈夫東京都の貯金であの何とかできるって丸川さん言ってるわけですよね これはしかも組織委員会が無理だった場合っていう順番だから、まあ、組織委員会が一部負担するわけですよ、うん、そこから残りでしょで五輪担当大臣でしょ丸川さんってことは数百億から2000億以下でなんとかできるっていう認識を示したわけでしょまあそうだねってことは中止にして医療従事者の対策回せやって思いましたけどね <laughs> そんなぐらいで済むんだ、ね、<ー>うん。うん 最近ほんとさ、そのほら、例のね。賠償金違約金と賠償金,金,賠償金やっぱりやっててさ。うん、でもあれは結局さ、うん、え、じゃあ違約金が高かったら、うん、それが嫌でオリンピックをやめないっていう論理ってあんのっていう話だよね、うん、結局。なんか賠償金が、違約金がとかっ,つって言うけど、うん だからその金を払うのが嫌だからオリンピックをやるっていうのって何かおかしいだろうっていうね、うん、いくら払ういくら金がかかっても命には変えられねえだろうって考えるのは普通なんじゃないの、うん、ってなんかねあの話を持ち出す連中はさ「うん、いや賠償金がいくらになるみたいなんですよね」え、うん、じゃあその先の議論はどうなるの、うん その賠償金を払いたくないから、お前オリンピックやれって言ってんの。うん、いや、でも、そう、そうは言わないじゃん。うん、そう言わないね。ねいっぱいかかるから、大変なんですよね。だから、なんかオリンピックやっぱりやった方がいいんですかね。みたいな感じなんだけど。うん、まあ、はっきりは言わないでしょうん。うん。なあ、俺、夜勤とかさ、賠償金の話ってね、なんかあんまり不毛だと思うんだよね。うん、あの、別に、だから、夜勤は存在しないし、うん、そもそも。うん、賠償金だって、起きないとは思うけど。うん その議論をさ、なんか延々と繰り返してて、うん、で、肝心のオリンピックどうしたいかっていうのはさ、うん、いやー、どうすべきなんでしょうかね、うん、みたいな。<laughs> なんかおかしいだろっていうね。うん、まあずっとそう思ってるんだけどさ。うん、うん。まあ、それでさ、なんかほら、ロイターのさ、うん、調査がほら、あったじゃん。はい。ロイターがなんかあの、の企業、まあ、ロイターがやるぐらいだから大手企業だと思うけど、うん 何百社 <laughs> っえとですねちょっとお待ちください、えー、このロイター5月ロイター企業調査、東、え、京、ーうん、五輪中止再延期が7割、経済効果損失とも限定的、うん、という見出しのやつですよね。これはですね、ロイターの企業調査によると、えー、発送者数482、回答者数229、うん、調査期間5月6日から17日と書いてあります。うん でまあこれで、えー、何と書いてるかっていうと、中止再延期が約7割、別に経済効果も損失も限定的だようん。なんとかしてくれよ、とりあえずコロナ対策をということだと思うんですけど。うん、だからもう企業はさ、うん、かなり冷めてるっていうかね、うん、まあだってほらいや、まあ、インバウンドがないって決まっちゃった、その瞬間でも分かっちゃってるわけよ、結局さ。うん、で、インバウンドはもう去年からないでしょ。うん で去年1年間でもうなくなっちまってで、オリンピックで海外客入れないって決定したもうあの4月の段階でさ、うん、3, 月3月の段階で、うん、インバウンドの再来もないんだと。ないっていうことだからね、まあ、つまり、ほとんどん売り上げには関係ねえなって、うん、みんな冷静に見ているわけですよ。うん、いや、そりゃ、ここで企業の経営者が、オリンピックさえあれば。 今の証字は吹き飛ぶ神かすが吹くんだとかって思ってる経営者いたらまあ潰れるでしょコロナ関係だっけそれは <laughs> おかない,いんだろうっていういそのさロイターの記事の中でさ、うん、一番さ最後にさ、うん、なんかオリンピックで売り上げが増えそうだって言った企業があるみたいななんかなかったっけそういう記事。いやえーっとね 中止となった場合は、大きな経済損失となるといったところは26%、えーうん、開催による経済効果が限定的っていうのが13%、うん、で、えー、損失も限定的、えーあ、開催による経済効果が限定的な以上、損失も限定的が59%、まあ、これ、一番、まあ、あの新しいですよね。で最後に コロナを徹底的に抑え込んで、経済の V 字回復につなげることができる食品メーカーとして、むしろ景気を押し上げるとの回答、中止になった場合っていう。それ,はこれはあれ、スポンサーの明治じゃねえかと思ったよ。えっ、でもこれ、中止になった場合っていうことじゃなくて、開催したらってことなのか、これは。でしょでしょ うん、開催したら V 字回復につながるんだーっていう企業ってどこどこで食品って書いてあるじゃんうん明治かどこのバカの,食,あの食品メーカーかと思ったら考えてみたらこれスポンサーの明治じゃねえかなるほど <laughs> なるほどそういういこと、ね、スポンサーらしいじゃない、うん、その発想確かに、うん、面白いよねっていうかまあ、結構経済効果ないだろうもう なないよ、うん、そんなのまだまだだってだからさだからあとは国内観客の問題よ、うんまあ、無観客だったらますますやる意味ないしねまあほぼないどっちかっていうと IOC の幹部の皆様をですね300万円のスイートルームをですねあの4万円で IOC の幹部が泊まれるように296万円税金で出さなきゃとかそういう。 金金無駄な金がかかるうんまあそれを経済効果って言っていいのかっていう <laughs>、うん。まあだからさそのその超一流の五つ星ホテルのいくつかは、うん、結局もう一棟狩りになるわけだよね、うん、オリンピックの期間って、うん、そこだけ経済効果があるわけ、ねうんうん、そこだけなそこだけ。 でもそれ税金だからさ、うん、行ってこいで帰ってくるやんうん、うん、まあそうね意味ねえじゃん <laughs> <laughs> それだってうちらが300万円税金納めてで300万円えー、っと経済に使われましたってそれただぐるぐる回っとるだけやんっていう,う他に使い、まあ、使いたいんですけどっていうねそうそうそう、うん 本当いるけどさうんまあ、だから丸川さんと小池さんの今回のその発言は、まあ、ちょっとそのまあメディアが煽った感はあるけど私はどちらかというと重要なのは都の財政リスクはないっていうその程度なんだと中止はそこが私結構大事なポイントじゃないかなって思うけどなうんまあ、うん、ねえ。 そこまでのものはないんじゃないっていう。もうするよ。うん、で、えっと、だから、うーんと、組織委員会の赤字としてすでに見えているのは、うん、まあ、無観客の場合になったら、うん、900億円のチケット代金がみんなパーになる。そうですね。で、これが返金しなきゃなら、うん、<laughs> で、組織委員会のお財布の中には、 900億はもうないと思う。うん。うん。隠してても100億とか200億ぐらいだと思うよ。隠して,て隠してても。っていうか隠しているのはおかしいんだけど。<laughs> そうね。うん、だけどあいつらだって資料出さないもんね。そうそうそう。税金もらってんのに隠。隠し財産持ってると思うけどね。うん、でもまあ、900億持ってたら、すごいよね。こ、うん、れちょっと犯罪だからさ、900億も隠してたら。うんうん そんなレベルはないと思うんだけども。うんうん、で、まあ、900億返すってことになって、うん、組織委員会にお金上がりまへって言ったら、うん、それは東京都にお蜂が回ってくるね。間違いない、うん、うん。で、えっ、ー、と、さらにお蜂が回ってくるは、うん、この一連のコロナ対策よ。うん、コロナ対策だね。うん、あのね、 ホテルこれね、いろいろ入り組んでるんだけど、うん、ホテルの一棟狩りとかなんとかっていうのは、当たり前だけど、もう去年から決まってたわけ。うんうん、だってほら、あの組織大会関係者のね、うん、大体こんなぐらい来るだろう、うん、っていうのは、もう去年から決まってるからさ、うん、だから去年の予算措置の中に入ってるんだって、そういうものは。なる,なるほど、なるほど。万円のスイーートルームも、うん <laughs> いいな、止まりてよ、<laughs> 本当に、うん。俺も次生まれるんだったら、俺も IOC の役員に生まれるわ。俺も生まれ変わりな <laughs> 変たいな。生まれるわなんつってさ、自分でコントロールできるわけじゃねえんだけどさ。<laughs> 生まれ変わりとかねえから。<laughs> 残念ながら。<laughs> 残念ながらさ、どこ <laughs> に俺なんかどうせさ、次はミトコンドリアとかそんなもんだから。<laughs> 悲しい <laughs> 悲しいな。ミトコンドリアは体内にいると思います。すでに。あ悲しい。いや、何の話したかって、うん、なんだっ、うん、えっと。あの、すで <coughs> に予算はっていう話です。そうそう。それでね、うん、その、えっと、えっと、つまり、去年の、去年、えっと、1年延期した段階で、うん、見えていた、 あの予算っていうのはさ、うん、まあそれは去年の予算で組んでるわけだけど、うん、今どん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 新しいコロナ対策費がどんどん膨らんでってるわけよ。うんうん、でえっとだから、えっと、文春もすっぱ抜いてたけど、うん、IOC の役員あの飛ばすためにチャーター機3機、うん、<laughs> あの札幌のねマラソンのテスト大会にチャーター機3機使っちゃ,っ,ちゃったと。うん で一機とバスのように数千万かかるんだと、うん、あれ、想定外のお金なわけですよ。つまりこれからさらにかかるということですよね。かかる。うん、去年の見積もりには入ってないもん、ねうん、新たにかかる。うん、で、さらに去年の見積もりの中には全く入ってない、うん、それ以外の選手たちもチャーター金で来るのかもしれない、うん、っていうのと、あと国内の移動は全部廃案にするっていう、うん、つまり。 あの公共交通機関一切使うなっていう話だから,、うん、だからその金がどこまで膨らんでくるかってことだよね、うん、これ普通に考えたらさ1,000億とかそんなものを超えていくんじゃない、うん、<あ>前試算した時数千万ぐらいでしたよ,よ、ね、でしょでやっぱ一気飛ばすのに数千万ぐらいかかるだろうってアナとか。 ルストリームのページ見ながらやったけど、ね、それを文春さんが裏付けたってやつでしょそうするとさ、うん、そのお金っていうのはだから新しく発生する、うん、つまり、えー、コロナ対策を万全にするためには、うん、いつも言ってるけどコロナ対策を万全にするためには莫大な金がかかる、うん、でその金はもう用意されているレベルを超えちゃってるから。うん 新たにかかってるわけよ。うん、でそうなるとその金を最終的に負担するのは東京都なのか、うん、国なのかっていう話になるわけですね。うん、これがなまあそこはそこはまあ百合、あのー、子様は話し合いでしょって言ってるわけ、ねうん。まあそりゃそうですよねこの「文春」の記事によるとですよ。 うん、あの費用は数千万か I、えー、五輪組織委員会が IOC の札幌移動にチャーター機提供というふうに書いてあって、で、たった3機ですよ、で1機当たり数千万、うんうんで、これで移動した人数ってどれぐらいなんですかね、こ,んこの3機分、多分四4十50人いるかいないかぐらい、まあ、そんなわけです。よね、うん、でで今からちょっと恐ろしい計算になるんですけど このチャーター機何機用意しなきゃダメなんだっていう話になりますよね。そうよ、うん。あ、本ちゃんでだっっ。本ちゃんでもしやったら。うんうん、これいくら？千機とか、千機一機一機,機に十五人乗せられるとしたらですよ。千機で一万五千人で、千機でえー、っと。 まあやっぱりとんでもない金額になってってことはむしろやめた方が中止の損失は <laughs> 抑えられるんじゃないのこれだってやらなかったら税金でチャーター機一機数千万かかるやつ呼ばなくていいんでしょそうだよそうもしかするとね、うん、その連中が言っているいやだけどほらまあ結局チャーター機だなんて言っても結局ジャンボ借り切ってさ、うん こにせんどっかの国の選手は100人ぐらいポコンって入れるかもしんないよだってそれ,それやったら感染が怖いやん <laughs>、うん、まあそれをやったから、うん、あの錦、ー、織がそれのほらあおりった全豪、ね、の時ですよねうんねうんうんうんう中ぐらいの国の選手団んうんうなうん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  うん、っていうう感じになると思よそうじゃないとさいくらなんでも、うん、天文学的な金がかかっちゃうからね、うん、それは無理だと思うんですけど、うん、それにしても多分金がかかる。うん、うんまあ、それを全部組織委員会が負担するのかどうかわかんないけど、うんうん、でもあれだよね組織委員会からそういう指定をするわけだからさ。うん のの国の選手団全員チャーター機で来なさいと。うん、って指定しちゃったらやっぱりのチャーター機のお金は組織委員会持ちってことになるんじゃないのやっぱり。こ中止にしない,い開催しちゃう方が莫大な金がかかると思うんですけどだよね<ー>うんでもその見積もりは出さないわけよ<ー>あいつら。だってチャーター機1機1機5000万円でやっして,ても500億ですよ でさらにハイヤー、これ,これ,これ1000億ずんって乗るよ。うんうん、でしかもあの、ね、町のタクシー不況なんだからタクシーのうんちゃん使えばいいんだよとかって英語使えねえからそんなに <laughs> だからそもそも英語がしゃべれる運転手で東京に1万人もいるのそこが疑問ああだあそれはなんだポケットークで何とかしてろとか言うポケトークかよ。 驚きのソテックでしたっけ <laughs> ああだよね。いやだからね、なんだっけ、一応なんだっけ、うん、えっとーあ、すいません、ソースネスクストでした、ポケットークは。そうえっと、あとほらあの、なんか組織委員会が、うん、トヨタに作ってもらった、うん、なんかほら、えー原者うんあのタクシーイヤーハイヤーというかタクシーです、ね。うんうん あの完全にこう密勤防御のようやつにあるんだってねでもそれ30代ぐらいしかないらしいよね <laughs> <laughs> だからあの本土決戦前の陸軍の会議ですよ <laughs> ここにゼロ戦を戦記機配備してってそのために工場の増産をさせてとかって考えてであのええー すみません、あのかかか大変申し訳ないんですけど、もう工場燃えてるんで作れないんですけどみたいなことは言えないっていう、この状況。<笑><笑>あーひで話、うん、いつもの話になるけどさ。うん、な,んなんか、でも、一応そのプレイブック上はそうするって言っているよね。うん、で、うーんと、まあ、 そういう見積もりをさ、やっぱり国会とかに提出させないといけないよね、うんうん、ざっくりでもいくらかかると思うんう,んうん。積算根拠はな、うんだ、もうなんかさ、そ壮大な大風呂敷、今広げてるわけじゃん、うん、絶対日本国民には安全ですって言ってさ、うん、あの国民には一切触れさせませんってうん、うん、これはもうオリンピックじゃないっていつも言うけれども、うん、でも彼らの言う通りにやるとしたら、うん いくらいくら,いくらお前らいくら金かけるつもりなのうん、うん、絶対報告すべきじゃないやっね。うん、やさそ,そうですよ。うん。そこね。恐ろしい話だよね。うん、そこやっぱりこうそこなし沼になってるからね。うん。うん、あ怖いよそれは。うん、安全安心を錦の御旗に掲げちゃってるから。うんうん、安全安心を達成するためだったらいいんだろうみたいな話になっ、うん うん、でも安全安心達成するのはそれまあやる突っ込んでいくんだったらまあそれはやった方がいいんだけどどう考えてもですね安全安心のために300万円のスイートルームいらんやろうってうんああそこはね安全安心とは違うものだうんこれいやじゃあせめてさこの一泊300万円の宿に4万円で宿泊できる差額は組織委員会負担って書いてあるこれ税金なんだけどこれを アパホテルに変えました、ね、その代わり残りを安全安心に使いますとかさなんかそういうそういうのをなんでやらんの <laughs> うーんそれはねまあうんやっぱりこう5つ星あ五5つ星ホテル、うん、一応ご,しご指定なんじゃないのああ<ー><定>向こうがうん。 いいだ俺もご指定したい。<laughs> <laughs> そうだだよ、多分。だって本間さんさ地方の公園とかさ、まあ、コロナの前の話ですけどホテルの指定ってしたことありますし<て>指定指定要するに俺は例えば福岡に呼ばれてするじゃないですかまあ俺は福岡だったらそうだな最低でもグラン福岡グランドハイハットのスイートルーム用意しといてって言ったことあるない, <laughs> な,あないでしょ。<laughs> ありえないじゃんあそもそもまあ宿泊費に関してはさ、うん、あの何て言うの公務員とかの団体とかが主催者だったりすると 1>,、うん、1泊1万円以下でお願いしますとかね、うん、でそういうのを言ってくるところあるよね、うん、でも1万円以下だよね、うん、5万円以下って言ってくるところはないなでしょう <laughs> 300万以下って言ってくるところってあります <laughs> 分かったなあたでしょったんなでオリンピックだけこんな偉いんだよ <laughs> とい<う>300万円以下一 <laughs> 泊300万円以下でお願いします <laughs> いやーでも今回の丸川 VS 小池は結構なんかちょっと不思議だったのが丸川側から中止についての言及が出てるっていうのがねそうねま、うん、あ面白いっちゃ面白い、うん ふ段ならそんな、うん、あの何そんなことあのそんなことはちょっと話せませんみたいな、うん、家庭の話には答えられませんとか。答えられませんっていう、うん、いつもお得意のね。 まあ中止についてね、ね財政リスクどうなんですかって言ったら、まあそもそも中止にならないようにですね安心安全の大会を目指し、皆様さまざまな努力をされております。はい、次の方。こ <laughs> い感じで、スループでよかったのにね。うん、なんでこう答えたんやろ。まあやっぱり、嫉妬は少しはあるんじゃないの頭にかすめたんだろうね。うん あると思うよやっぱり、うん、まあなあそれでなあそのワクチンいくら日本側が打つっつったってさ、うん、どうせ高齢者のやつだが7月に終わるか終わらんかっていうレベルだからさ、うん、オリンピックには何の役にも立たないわけでもそもそも。うんうん だからだな、まあ、海外の人たちはな、打ってくる可能性は強いけれど。まあ、ちょっとわかんないですよね。うん、うん、だってさ、まあなんか、今またみんなっていうか、組織コーツも忘れてるみたいだけど、うん、狂ったみたみいいに熱いんだな <laughs> そうですね、それが代償の問題なんだっつうのっていう。 もう多分さ、うんうん、日本に初めて来る北欧の人たちなんかさ7月20日ぐらいに羽田とかでさタラップ降りるし途中で倒れるだいやいやそれは言い過ぎってなでもうわっ,って感じだろうねいやもうすごい、うん、呼吸できないと思うんじゃない呼吸できないまあでもそうかそうよ本、うん,んそこにだってマスクしてんのあそっかそっかうん めっちゃくちゃ呼吸苦しいと思うよ。<ー>いやー、大変だと思いますよ、これは。うんうん、本当に大変ですよ。そこでさ、なんか外ウロウロする気にはとてもなれないけどね。うん、で、オリンピックだと、そのボランティアにも、えー、あれを、ついにワクチンを打つべきじゃないかってもね。うん 出てきててさ出てきてさ出きるね万人優先、うん、プラスその8万人のやっぱ家族とか勤め先にまで打たないと意味ないから、ね、<laughs> もっと安全安心だっつんだ <laughs>、ね、意味ないことをだからさもなんか意味のあることのように言うのをやめろって感じですよもっと意味ないんだからっていう。<laughs> にさその場しのぎでごまかせりゃいいと思ってるからさ。何なんこいつら、本当に。まあ、まずとにかく組織委員会がやるべきなのは、うん、この大風呂敷広げた絶対安全安心って言っている、うん、金一体いくらかかるんだよっていうね。うん、で、それは誰の負担になるんだよっていうのは、うん、絶対示すべきだよね。 途中なんでみたいな、うん、まだよくわかりませんなんてそんな許されないよ。とりあえずお前らが発注してるもの全部出せっていう話で、うんうん、チャーター機とかすごいことになるんじゃねえか本当にまあでに。チャーターハイヤーをさ例えば1万台用意するとかねってな事態になったら、まあ、前もざっくり計算しましたけどやっぱりあの普通に1台100万円はかかると思いますよ。 うん、月ね。でこれを2か月間動かそうと思うとまあなんだかんだで200億かかるわけですよ。うん、でだからこの移動だけでこれだけっつうのかね。だよね。うん、うん。で今ほらホストタウンも次々に今中心になってるけど。うん、でんで中心になってるかっていうと、うん、そのホストタウンの都市と 選手村の間の移動でホストタウン側のえっと支払いになるんだからもうばく大なかなかかるわけよだからもう無理だっつっらもうみんな無理だ無理だ言ってるわけですだからそういう積算はもうできるはずで組織委員会にも当然あるはずなのあいつらそれで出してこないって あまあもちろん誰も聞いてないからだけど、これからの国会答弁とかでやっぱり聞かせるべきだよね、これ、うんうん、本当にとんでもない金額になりそうな予感がする。いや恐怖だよ。うん、うん。その上なんかほら、子供をなんか動員するっつうのもあるじゃん、このこれ81万人81万人感染計画変更なし。あの<校>私 いやこれあの私これ読んだ時にもう日本語として理解できなかったんですけども無観客開催の場合子供たちを81万人動員って書いてあって <laughs> <は>えっあそう、うん、無観客の場合はやめるって書いてなかったあいやいやいや書いてました書いてました、うん、あの無観客のあーのー無観客でも入れるっていうふうに書いてあったんですよ、うん。うん、ねあの子供をね、うんあのー、招待してみせるっていうのは、うん もうこれはもう何年も前から。うんうん、俺はそれはあの危険だからやめろって。危険っていうのは熱中症で危険だからやめろってずっと言ってきた。なん、うん、でかっていうと、あのー、要するにさ、えっと、子供っていうのは具体的に言うと幼稚園、小学校、中学校なんだけど、で、この子たちには公共交通機関で来いって言う。貸し切りバスじゃないのな、うんでかっていうと、貸し切りバスが 会場とかの入り口にガンガンくっつくと、うん、混乱するからっていう話、うん、ただね海外客いなくなって、うん、もし無観客になったらさ、うん、そんな心配ないじゃんだから貸し切りバスでさ、うん、あのこの会場の入り口までつけたってさ他に客いなかったら問題ないと思うけどねい、うん、いや思いますよでもねでも今のところはそこまで考えてないみたいで。 で、えっ、ー、とー、なんでそんなアホなことするのかっていうと、うん、まあ結局、オリパラ教育っていう、ねうん。謎の。うん、謎の、まあだからオリンピック・パラリンピックは素晴らしいっていう教育。うん、まあ、洗脳教育や。<laughs> やってきたわけですよ。特に小学校、中学校でずっとやってきて。うん、で、その集大成としてね、あの、本物の演技を見てもらう,い,う、うん、いや、これね、あの本間さんが送ってくださったのは、アイラドットじゃないですか。うん。 ねもう1個、昨日の段階でスポニチアネックス、あそ方で無観客開催でも子どもたちを競技会場に招待って書いてあって、うん、もうなんか日本語としてなんかもうよくわからない、無,ね、無観客だけど子どもたちは招待、そして子どもた <laughs> なんで無観客にするのかってっ感染が危険で大人は行っちゃだめだから、でも子どもは来なさいって、これ、なんなんですか。 まあね少しでも埋めておきたいっていうのはあるだろうかいや絶対そうでしょテレビ向けでしょこれうん、うん、だからねそういうことをやりたがっているっていうんだけど、うん、まああのまあやるっていうのは前から言われていてね、うん、でえー、っとでもね岩手県だったかどっかはねもう全部全面,、うん、全面中心になったんだよ、ね、ああなるほどやっぱ距離がありすぎるうん,うん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  で、その上にコロナ乗っかってくるでしょ。もう、子供の安全が保てないっていうんで、確か。うん、まあ、普通考えてそうや。うん。まあ、やめたんだよね。うん、だけど、一応今、80万人とか言ってるのは、この関東圏のね、の学校は、いまだにその計画は続行中だっ話です。恐怖だよね。いや、これね、ほんとね、やめたほうがいい。あのー、あれ、 アイラドットのにただからその今は子供の、うん、例えば何かイベントでどっか出かけるって言ってもうん、うん、貸し切りバスでみんな行くんですと、うん、そんなね公共交通機関で移動するなんてほとんどないんだって言ってんの、うん、それを真夏にさ、うん、公共交通機関で100人単位とかでさ、うん、いやそれ本当にねぶっ倒れる子供とかも出るしね、うん 先生も大変だから、本当。うん、先生が倒れるんじゃねいのっていで。そうす、うん、ね、これね。いや、ほんとそうです。うん。で、多分、感染者が出たり、何かしらミスがあった先生の責任になると思いますよ。そう,そうそう、うん、その通り。その通りりや。うん、うん。それは親のさ、親の批判はまず先生に向くわけで。うん、とやめたほうがいいよって。俺、3年ぐらい前の公演でも、公演の時にもうそういう話決まってたから。うん お話ししててでやっぱり心配してる親御さんからどうしたらいいんでしょうかって相談を受けたことがあったもんね。うんうん、それはもう先生巻き込んで、うんえー、無理ですっていう話にするしかないですよって言ってたんだけど、うんうん、まだやっぱり進行中でで学校によってはそれを欠席すると欠席扱いになっちゃうっていうところも、うんね、そうじゃないよね。本当に うん、でそうじゃない学校もある、うん。結局さ、欠席扱いってさ、なん俺なんかはさ、別にいいじゃないか、何日欠席しちゃってって思うけど、うんうん、私も思います。中にはねね、俺のか清水さんは別にそう,う、うん、そういうふうに思って育ってるけどさ。うんうん、じか私は実際に行きたくなった、ね、<laughs> 全然中学校2年11か月行ってねし。でもさ、うん、世の中にはさ、解禁症にさ、うん、命をかける、 命までかけねえけどさすごい皆既症賞に情熱を持ってる親とかっているんだよね実際理解できない、うん、それにまああと内心書に影響プラスになるって思ってる人たちはいっぱいいるからねそれも意味が分かっ <laughs>、うん、だから欠席扱いにされると困るのよああ<ー>うんまあでも大丈夫ですそこに関してはね不登校児の先輩と伝えておきます私中学校 30日しか登校しませんでした。ねまあ、だけど、一応いろいろあったけど、普通に公立大学まで行けたよ。<laughs> なので、あ,のあんま、出席関係ないです、ねまあ。特殊事例だと言われればそうだけど、でもそれだったら学校に行けない、まず文部科学省は学校に行くことをね、もう不登校時の治療目的とは言ってないし、別に、こんな時代遅れだよ、こんなおりん学徒動員は。ね。うん 青がかって、<あ>テレビで続くんだろうーーね<え>、うん、話でしょ。それこそさ、うん、本当に。あのー、だからね、これね、あのー、公共交通機関で、あの、真夏のとの間にさ、それで、しかもマスクしたままだぜ。うん、やめた、やめさせた方がいいよ、うん、本当に。だけど、今まだか計画は進行中ですよ、っていう、あまあ、あの話でさ。 そういういな話がまだ生きてるからねだからこれ、まあ、最初の丸川 VS 小池の話でまとめておくと、丸川さんの話は別に間違ったことは言ってない、でその上ででも小池さんとしてはそうかもしれんけど、想定外の時が起きたら相談でしょ、まあ、これもまあそうだと思うけど、重要なポイントはね、丸川さんが都の財政調整金の貯金とかも知ってると思うから、その程度のリスクだと。 中止の場合はっていうそれを示しの次にロイターの企業調査でも出ましたけどもまあこれは企業のみんなもそんなにもうしょうがねえよって思ってるところが多い。でさらににもかかわらずもう金バン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 安心安全安心安全安心安全と美名のもとにです、ね、何百億何千億とつぎ込んでやってくるわけですよ。 これは大問題ですよっていう、うん。だからなんかもうむしろその安心安全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 っていうぐらいだったら中止にした方が絶対もうお金かかんないと思うよこれもそ<う>。プラス学徒動員というですねもうおぞましい。<laughs> 大変なことだよ大変だしたいですよこれは <laughs>。もう暑いのにさ。 学徒動員は一応あれほら18歳以上ぐらいだったじゃないですか <laughs> 今回は小学生まで来てますからで、ね、学徒動員じゃねえな <laughs> 何なんですかこれ幼児動員ぐらいで言ってまあね学徒と員は大学生以上とか、うん、そう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 そ、ん、うそかそう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 う だからあの鉄血勤納隊ですよ沖縄戦の少年兵兜でもかぶせんのかいや本当に暑さ防止におぞましすぎるまあただ別にオリンピックねやり暑さ対策もさこのきちんとやって感染防止を自分たちのお金でやりきってコロナを本当に感染させないんだったら やりゃいいんだけど今は税金が湯水のように使われてるんですよやめましょうよってね、そういうふうに私たちはまあ、私は思ってるんですけど本間さんもそうですよねもちろんですねうん、うん、どうせその月はこっちもあってくそんなわけで今日はちょっといろいろ話をさせていただきました丸川 vs 小池っていうメディアがこう持ち上げた部分もあるんですが よくよく見てみると別の視点が見れるなっていうことで本間さんと喋らせていただきました。本間さんどうもありがとうございます。ね、ありがとうございます。それでは今日も読書、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。あとンパくださる皆さんいつも本当にありがとうございます。えー、見ていただいているだけでもかんあの感謝です。でも乾杯もくれるともっと嬉しいっていうわけで今日も読書。いつも見ていただきましてありがとうございます。こちら本間リブさんのですね、応援をしたいという方向けに 動画の有料講義を作りました。まあ、電通がですね、憲法、オリンピック、いろんな部分でですね、 ものすごいですね、勢いで、まあ我々の生活に実は影響しているということが、まあこちら国会議員さんとか、まああるいは大学の教授、各種市民団体とかですね、公共の団体のところで講演したものを元にしてですね、まあ私や本間さんがパワーポイントを使ってですね、すごいまあ長い時間なんですけども、えー、見応えのある動画を作っておりますので、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。本間さんの取材を応援するためにもよろしくお願いいたします。今日も読書